シュトモシチャンネル。こんにちは。こんにちは。社会の解説動画になります。首都圏模試センターの野尻と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。首都圏模試センターの立石と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、立石さん、社会なんですけれども、100点中44点という平均点だったんですけれども、いかがでしたか？そうですね。やっぱりちょっと、マニアックって言い方おかしいんですけど、ちょっと皆さんが解きにくい問題があったのと、あと、その設問とかリード文に対しての糸口をちゃんと見つけなきゃいけない問題が結構あったので、そこの部分をしっかり押さえてなかったっていうところがあったのかなって、私は思いましたね。なんで、その辺をしっかりと、まあ、知識はもちろんあってなんですけれども、あとは設問からどうやって回答を引っ張っていくかという回答までたどり着くかということが今回このテストにおいては一番大事だったところじゃないかなと思います。それで問題でいくと、まず僕が思ったのは四角一の問い5番ですかね。やっぱり長崎市に原子爆弾が投下された。まあ確かに今歴史をね、まだ皆さん習ってはないとは思うんですけれども、まあこれから習うっていうところであれば、まあ、8月の6日に広島に原爆が落とされて、8月の9日に長崎市に原爆が落とされたというところなので、で、8月15日に終戦記念日という流れが出てきますので、この辺は一応なんか広島と長崎どっちでしょうかっていうのはやっぱり結構入試問題でも出題されるところであるので、ここはしっかりとやっておいた方がいいかなと思います。あとは、まあ、TOEIC ね、正答率がその10%台だったんですけれども、まあ、種子島って答えた方が結構多いかなと思うんですよね。で、種子島は JAXA っていうんですかね、ロケットが発射するところはなんですけれども、そこは、世界遺産には入ってないので、今回、ここはしっかりと、覚えていただければいいかなと思います。2番の TOEIC 番ですね、この雨温図に関しても各地域のその、中国地方、瀬戸内海地方、四国地方っていうんですかね、高知県のところは、やっぱり大きく特徴が変わってきますので、ここもしっかりと把握していただけたらいいかなと思うんですよね。だからここの辺はちょっと、もう少し正答率が良くてもよかったかなって思います。で、あとは問い7番ですね。問い7番は、各工業地帯の出荷額なんですけれども、これは本当にしっかりと覚えてほしいかなと思います。で、瀬戸内工業地域については、化学と、やっぱり金属で、あと、まあ、機械ももちろん、車の、マツダという会社が、広島にありますので、そういったところで出荷額も多いので、この辺はしっかりと、他の、なんですかね、工業地帯も含めて、この瀬戸内工業地帯だけ、地域だけっていうわけなく、今、ここに出て、京葉工業地域、中京工業地帯、阪神工業地帯のところも、把握をしっかりしてほしいかなと思います。あとは四角3番でいくと、問い4の括弧2番ですかね。阪神工業地帯にある工業都市とその都市に盛んな工業の組み合わせとして正しくないもの。だから、他は正しいので、逆、あの、まあ、テスト終わった時に他は正しいことはしっかり、もちろん覚えてほしいかなと思うんですよね。で、門橋が、自動車って書いてあるんですけど、ここは、まあ、昔で言う松下電器、今で言うパナソニックの工場が、たくさんあるところなので、ここは、しっかりと把握をしてほしいかなと思います。で、地域がわからない、なんとかって言ったら、そういった、さっき、中京工業地帯だったらトヨタ自動車があるとか、そういったところで、各地域に特色のある企業があったりとかするので、それを関連付けて覚えていただけるといいかなと思います。で、四角4は、問い4番ですかね。問い4番の、その輪中っていうところですかね。輪中で見られる建物はっていうところで、問われた問題だと思うんですけれども、ここも、まあ、少し、なんていうんですか、洪水がなっても大丈夫なような作りになっているものを選ぶというところだとは思うんですけれども、それ以外の地域のその、アウェイに関しても、地域の、建物かなとか、そういったところを覚えていただくと、まあ、問題だけじゃなくて、他のものもしっかりと覚えられるので、社会はそういったところで、なんていうんですかね、回答と回、その選択肢だったら、回答以外のものにも意味があったりとかするので、そこを覚えると、1つ覚えるよりも、その答えで4つ覚えられる可能性があるというところがありますので、
そこをしっかりと見てほしいかなと思います。で、まあ本当に知識というところであれば、まあ首都モバイルをぜひご利用していただいて、隙間時間にどん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 知識を埋めていただければいいかなと思います。私の方は以上です。はい、ありがとうございます。地理なんかは、まあ、生活に密着していることが結構出ていたりしますし、生活、まあ、ニュースになってたりとか、まあ、そういうようなところで話を聞くようなことも多々あると思うので、日常からですね、常にその世の中で何が起こってんのかとか、そういったことを、情報を入れておいて、それと、まあ、生活と関連づけていく、学習と関連づけていく。まあ、そういった形が一番学習をしていく上で定着が一番いいと思いますので、すべて覚えようって思うと結構の知識になってしまうので、なかなかそれは難しいと思いますので、なんとなくこう、普段の生活とこう、密着させるような形で学習を進めていっていただけると、6年生になってから活用できるような知識が持ってられるのかなと思います。では、社会の動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。